こんにちは、サムライジャパン SJ です。さあ今回は第53回を迎えました、みんなのサブスクリプション。うわー、さあ今回は最高のアルピニストです。なおかつ、限られたショップのみで販売される限定モデルということで、行ってみましょう。それではアンボックスいきますよ。レッツゴー。 This program is brought to you by 富士さん。それでは、参りますが、今回はですね、まあどこから行きましょうかというぐらいにいただいておりまして、もう論文のようなお手紙ですね。もしかするとこういう本当に発表するされることが多い方なのかもしれませんね。はい、まあ読んでいくと分かってくると思います。このようにもう字がちっちゃくてもう苦手っていう感じ字が小さいとうわーっていうね、テキストと一緒ですよね。まあこれ褒め言葉のつもりなんですけれども、今回は富士さんからということで、成功アルピニスト、はじめにとこ行きましょうかね。はじめに、この度は私の所有する成功アルピニスト SBDC115 をみんなのサブスクにて取り上げていただき、誠にありがとうございます。簡単ではありますが、いかに購入経緯、良いところ、思わしくないところ、私の所見を述べさせていただきます。節分ではございますが、動画制作のお力になれればと思いますと。何をおっしゃいますかと。すごいなぁ。これどうしようかなぁと思ったんですよ。全部いくか。まあ今から考えます。やりながら。Let's open it! じゃーんと。もう開けていますが、こちらですね。これ左側本体持ってます。そして箱は、まあいつもの、まあ、質素な、簡素な感じの箱ですね。そして、これ、コマはですね、私のサイズに合わせさせていただきました。よしなにお願いしますということなんで、はい。そうすると、私の手組みは18センチに対して3コマ、余りコマありますので、かなりいけますね。ですので、まあ、20.5 センチでしたかね。だいたいそのぐらいの手組み周りまでいけるということですから、バッチリですね。今回の動画のチャプターは、サイズ感、重さ、スペック、エクステリア、タイムグラファー、リストショット、コオロギショット、埋葬図になります。まあ、お手紙ももちろん同時進行で参ります。まずはどうしましょう。サイズ感の、いきましょうね。サイズは、これ非常にコンパクトで、これでもうもちろん測っていますので、実寸ですね。まず、直径ダイヤメーター、ここの幅、一番大きいところは 38.0mm。非常に使いやすいですね。そして縦のラグトゥーラグ、これが 46.0 です。手首に乗るところですね、46mm ですから、まあ余裕ですね。はい、細腕の方でも余裕です。そして厚み、シックネスは 13.3mm となっています。ここの、ここからここまでですね。まあ、スタンダードな厚みとなっています。そしてラグウィズですね、ここの、ブレスレットのところですね、バンドの付け替えもできる 20mm ちょうど、そしてギューッとテーパーとして下に下がると 18mm まで下がります。 2mm テーパーとしていますね。こっちの方が分かりやすいかもしれませんが、このような感じですね。少し下がっていますね。サファイアクリスタル、これ球面サファイアですよ。これわあ、すごいですね。うん。そして叩いた感じと言いますか。ああ、これはね、非常に硬いですね。骨格がすごいなと。くるみのような感じ。ああ、感じますね。そして、こちらは20気圧防水なんですね。20バート。そして体重も備えています。ムーブメントは 6R35。ですので、パワーリザーブが70時間。あとはもう大体申し上げましたかね。メイドインジャパン。そして、トップサファイアクリスタルとありますので、要は表面がこっちがサファイアクリスタルですよと。重さはどうでしょう。乗せてると、133g と出ています。
軽いですね、これは。テキュンバリ 18.0cm で 133g となっています。デザインいきましょう。このデザインがですね、やはりこのアルピーネスト伝統の、グリーンダイヤルですね。そしてコブラバリ、そして金色の自噴針とゴールドに輝く、自噴針ですね。インデックスのところですね、12、2、4、6、8と偶数が数字になってまして、この数字が入るとなんとなく私は落ち着いて柔らかい感じがして好きなんですよね。ダイヤル、非常に美しいですね。この色ですね、まあ、表現するならば、あ、でもグラデーションがかってますね。この外に行く、外側に行くにつれて濃い緑がより濃いくなっています。ちょっと表現しにくいかなと。まあ見えていますかね。センターと縁を比べてみてください。影ではなくてちょっと黒いんですね。暗くなっています。で、全体としてのイメージですが、やはりこう苔の生えたような森林、深い森林、そんなのをイメージさせる、想起させるようなダイヤルとなっていますね。そして吹き付けマット、もう少しアップに 2.5 目まで行きましょう。ドアップで。そうするとこのように反射させるとキラキラキラーっと、まるでこう氷のよう、氷の上にダイヤモンドを散りばめたような、そういうチリチリっとした感じの表面処理となっていて、まあ、これを吹き付けというのか、まあ、ブラストというのか、まあ、そういう形のイメージになっていますね。これだけでもとってもすごいプレーティングだなと。そして一番外側には濃い緑ですけれども、このいわゆるレールトラック、線路のようなデザインの秒刻みがされているということですね。非常にこうアンティークな感じのイメージを醸し出しているモデルと言っていいですね。そして鏡面仕上げになってますね。そしてラグもキュッと下がっていますので、非常に装着感が良さそうなイメージをもう覚えてしまいますね。ブレスは全部ブラッシュですね。3連ブレスとなっています。そして反対側もこちらも非常に綺麗な鏡面仕上げとなっていますね。綺麗にエイジングされて、こういう使い込んだ感じ好きですね。この新品にはない感じで、もちろん現役モデルですからね。はい。で、限定されたショップだけで買える、いわゆるちょっとした限定モデルとなっています。まあ、これ基本的に7万円台ですけれども、さらにまあお値引き等々が入ると思われますので、さらにお安く買いますよね。うん、これは本当に何て言いますかね、使いやすくてお買い得感があってと。で、お手紙どうしましょうね。どんどん行きましょうか。もう鬼のように読んでいってもいいですか。せっかくいただきましたので、この購入経緯というところなんですが、もう少し下げましょうか。そうするとお手紙がちょっと見えてくるかと思います。はじめには読みましたので、次購入経緯ですね。この時計は休みの日に着替えなく使える。また、平時の作業においても持ち出しても問題なく使えるものが欲しいと思ったことでしたと。その中の条件として、サイズは40ミリ以下、厚みは13ミリ以下をめどにと、携帯が機能に従っていること。お、なんとエド・サリバンですね。エド・サリバンだったっけ。まあ、自分で言いながらちょっとデザイナーの名前を忘れるっていう字幕で入れときましょうね。はい。アウトドアが趣味であるため、アウトドアで使えること、防水性などと言いますね。20気圧防水で、アウトドアお聞きしましたら、やっぱりキャンプとかトレッキングとかがお好きだそうですね。そしてシンプルで視認性が高いことと、平時に用いる時計が42ミリと大振りで、これは要はお仕事に用いるというイメージでよろしいですかね。それから大振りで 1.5 センチ近い厚みがあることから、大きさについてのこだわりは他のものより重要でしたと。コンパクトモデル、要はコンパクトモデルをお探しだったということですね。そして
当時成功の新作としてプロスペックスからフィールドウォッチアルピニストの三振のみのモデルが38ミリで出たばかりであったことから目に留まり購入に至りましたと。これは方位計が省いたモデルですよね。3番良いところへ行きますよ。この下のあたりですね。この時計の良いところは何より、手頃なサイズ感とパワーリザーブ70時間に20気圧防水のハイスペック仕様であることです。成功で70時間パワーリザーブを持ち38ミリ以下の時計を探せばきっとこの時計しか現れない。またそのような時計は、他社を探しても苦労するに違いないというかゆいところに手が届くサイズとスペックの両立を果たしている点がこの時計の何よりの魅力でしょう。丸。またこの時計は非常に視認性に優れていますと。そうですね、もうご覧になるとね一目瞭然。無反射コーティングと反射を抑えたグリーングラデーションのマットな文字盤、いいですね。コブラ粉身と、鉛筆型の長針、夜光塗料がある秒針など、構成する要素に無駄がありません。セイコーのロゴは文字盤上で数少ないアプライドとなっており、インデックスが全てプリントの中で高級感を失わないものとして性質に存在感を保っています。またリューズも操作していて指が痛くなることもなく適度なグリップがあり操作性が良いです。バックルについても幾分かこれまでに比べて質感は向上しています。バックルというのはこちらの裏ですね、留め具のところです。これが向上していると。片開き式の折りたたみ部分が、プレスではないものを用いておりと、くびれがあるため手首を動かしても痛くなりにくいバックルであると感じますと。美しいですね。そう、このあたりのくびれ感が、装着感がとっても良いですよと。これパチン具合はこのあたりはまあ本当にいつもの成功でちょっと軽めですよね。ギュッと両サイド押さえないと開かないようになっています。きっちりとセーフティーにロックされる感じですね。というところで、ちょっとブレイクしましょうか。それでは思わしくないところへ行きましょう。後ろに、そのまま読みます。この時計は全体として非常に優れており、長所は短所の少なさではないかと思うため、美に入り際に入り批判するようになものとなってしまうかもしれませんと。つまり前提として非常に優れていると。で、短所は本当に少ないので本当に細やかなところになるかもしれませんよと。で、そこはまず夜光塗料の少なさがあります。インデックス上のミニッツトラックに5分ごとに小さなドットが配されるにとどまっており、またそれがクリーム色のインデックスと違い目立つ白なため文字盤上の統一感を妨げますというのは、そうですね、ここの、外周の部分ですね、白色になっていますよね。そして内側のインデックス数字であったりする部分はクリーム色であると、これ統一できたらなという意味ですよね。例えばオメガ C マスター300、あのあたりがすごいお手本になるのではないかなと。またフラッシュフィット部分がチープであることと、フラッシュフィットこのあたりですね、弓管のところ、つまりここのまあロレックスと比較してはいけませんが、このあたりがちょっと緩い感じがいたしますね。まあそれはそのおっしゃる通りだなと。ブレスレットバックルがチャラチャラしていて質感がいいとは言えないこと。なるほどですね、ブレスとかバックルがチャラチャラしていると、これはまあそうですね、このような感じで、まあ日本、特にセイコー製の場合にはこうブレスレットが割とこう余裕のある遊びのある部分が多いですよね。これはまあ全世界で言われてる部分ですよね。この曲がりがまずあると。これスイス製はあんまりないんですよね。ピタッとまっすぐ行くと。で、この遊び、ぐにゃぐにゃっとした部分ですね。あとはそのチャラチャラ音とか、こういうなんて言いますかね、しっかり感と言いますか、金属としての塊感みたいなその剛性感とかですね、そういったあたりですね、なかなかこのあたりは難しいところ、はい、質感を出すっていうところですよね。安心感にもつながりますので、まあその部分をおっしゃってるのだろうと。
バックルを時計の6時側から見た時にかなり隙間が空いていて、ホコリや汚れがついていようものなら取りたいに取れない煩わしい不衛生さを感じざるを得ないと。あ、つまりここですね、ここはよくまあ私も指摘する部分ですけれども、このあたり、ここが割と隙間が空いてるんですよね。後ほどリストショットでも行こうかなと思いますけども、こういった部分、このあたりの部分がそろそろ、バックについてはセイコーはそろそろ大きく改善してくれてもいいのになぁと思いますとおっしゃっています。そうですね、このバックルはずーっと言われてますね。はい、またフィールドウォッチとして、ハードに使う時計であるにもかかわらず時計に鏡面部分が多いのは、いただけない部分です。ああ、なるほど、この鏡面がこのフィールドには合わないということをおっしゃっていますね。日常でも使えて高級感と美しさを感じさせる部分でもあり、もしベゼルがサテンであったなら華やかさを失うことを理解できますが、と、傷が目立たないものであったなら丸と感じることもありますと。なるほど、ベゼルもこれはサテン、いわゆるブラッシュ仕上げが良かったのではないかと。これを例えばオールブラッシュにするとどうなんでしょうね。少し地味に感じるのかなと。見栄えをこうやっぱりまあ鏡面仕上げをして、優先してるのかなというところなんでしょうね。ここは なかなかこうデザインの切り返し等々難しいところですよね。全部をブラッシュにするとすごくまあいわゆるツール感の強い、まあ IWC などが特徴的ですけれども、続いていきましょう。セイコーの商品管理にも疑問を感じる点がありますと。あらら、この時計は現在カタログ通りのスペックであり、悪いとまでは言わないまでもスイスに比べて精度は高くないものですと。 6R35 ですよね。はい、それは値段相応としてもこの時計のムーブメントには香箱の部分に油汚れのようなものが付着しています。また香箱と天賦の間の自動巻きのパーツにも汚れがついていて、セイコーの品質管理はいかがなものかと思わざるを得ませんと。なるほど、これはですね、私もちょっと今見てみましょう。香箱の油汚れということで、このあたりになりますかね。香箱というのはゼンマイが収まっているところですね。で、そこから天賦にかけてというところですが、例えばこのあたり、ここにですね、このあたり、ここにちょっと油汚れっぽいのが確かに見えますね。このプレートのところです。で、そうですね。まあ、肉眼で見ようと思うとなかなか難しいんですが、これかなり拡大していますので、まあ、ようやく見える部分かなと思いますね。6R35、ここに書いてありますけれども、そもそもがこれ機械でガッチャンガッチャンと、組み立てていくような内容ですよね。まあ、スイスが、より勝っているところで、なおかつ割と安価に提供しているというところ部分、簡単に言うともう競争力というところですから、このあたりをセイコーさんがどうされるか、はい、やっぱり国産ですから頑張ってほしいなと。人それぞれね、感じる部分は違いますので、そういうものかなと思って接しているところ、そっちの方が冷たいそういうものだと思って、付き合っていますので、という部分がありますね。はい、そんなところでしょうか。タイムグラファーです。現在ですね、まあ、10分ほど様子を見ておりましたが、なかなか安定せずにですね、今プラス5秒パーテイと出ていますね。それが行ったり来たり、まあ、10秒の範囲内でこう行ったり来たりする感じですので、ちょっと落ち着いてほしいなというところがありますね。プラス12が出たりします。ですので一応、先に申し上げた秒でいきましょう。そして振り角は251度。ビートエラーは 0.3ms。そして、21,600 振動、バイブレーションパーアーバーということで、1時間に 21,600 振動あると。1秒間に6振動ですね。往復では 3Hz、3Hz となりますということですね。今0秒が出ていますね。そう、このようにちょっとこう、揺れ、まあ、振りがあるかなという感じですけれども、まあ、このあたりは、まあ、このようなものかなと。
で、それから日常使いはどのような、制度ですかとお聞きしましたら、なんとプラス 1.2 秒と出るとのことですね。これは平均値ですけれども、ですので、まあ 6R としては非常に当たりのモデルかなと思いますね。で、ご覧になっていただくと、ずーっと今マイナス1が出たりマイナス3が出たりとしますね。なかなかこう一定のようにはいかないというところが、まあ特徴であるかなと。スーリストショットです。私の敵周りは 18.0cm になります。そしてこのように映っています。まずは遠目からこのような感じで、とってもフィット感があって落ち着きますね。とっても良いです。はい。そして、大きさも、これはまず先ほど申し上げた 38mm 幅ですね。そして縦ラグがラグとラグ 46mm ですので、まあ 50mm 以下収まっていますね。十分に。そして厚みも 13mm 台と。それからベルトの幅、ここが 20mm ですから、まあ非常に標準的なサイズと言ってもいいぐらいの、まあ今となっては少し小さめになるんでしょうけれども、このぐらいがやっぱりちょうどいいんですね。とってもぴったりか聞きますね。ぴったり感すごいです。ちなみにラグ、綿棒くん、あ、これもう 0.5 ぐらいですね。入れませんね。入れますけど、ここに抵抗を感じます。 0.5 から6ぐらい。綿棒くん 0.5、 すごいですね。もうピタッとこう肌に寄り添って吸い付いている感じが見えるかと思います。そしてブレスもしっかり三連ブレス、疑似ではないブレスですから立派なものですね。で、そこへこのバックルが来るとということなんですよね。そう、このバックルを改善してほしいなとおっしゃっていますね。このように映ります。グッ止まってきますとこのように映りますね。で、ベゼルのミラーポリッシュ感も良いですよね。はい、全然悪いところではないですね。そうですね。これがまあ私の場合は美しくこうエイジングされているなと思える部分ですが、お人によってはやはりポリッシュ感が強すぎると、傷が目立ってしまうのではないかと。なるほど、よくわかりますね、お気持ちはね。はい、いろんなタイプのね時計がありますので、はい、まあ非常に良いですね。これぴったりですもんね。ちょっと食い込み気味かなと思いますけど、はい、これはあのコマを合わせてください、どうぞということで、継ぎ足しております。はい、させていただきました。いやー、美しいモデルですね。このグリーンのグラデーション配色いいですね。そしてゴールドの針、そしてクリーム色、アンティーク感出てますね。はい、という感じです。左からぐーっとこうきますね。これすっごい綺麗ですね。で、この色なんですが、カラーリングですね。ルミブライトの色。右からグリーンのプロスペックスと比べてみます。なんと、こちらは、要は、ブルーなんですね。いかにもスーパールミノバ、BGW9 といった感じのカラーリングですね。で、右側のこの今動かしている方は、プロスペックスのダイバー、SBDC101 ですね。左側はアルピニスト。このようになっています。これもちろん、まあダイバーズとは違いまして、フィールドウォッチですので、ただどうですか？これ非常に視認性であるとか、まあコツを、ポイントを押さえてますよね。まず、1時間ごとにポツポツポツとインデックス、モリモリとなってますよね。ちょこんちょこんと小さいんですが、点は小さいんですけども、とっても見えやすいですね。そして自分心それぞれに、まあ、秒針も動いているのお分かりかと思うんですけれども、これはとっても綺麗ですよ。それではまとめ、初見と書いてらっしゃいますね。アルピニストといえば方位計のついたアイコニックなデザインがよく知られていますが、アウトドアを趣味とする私のフィールドウォッチとして長年方位計を配したアルピニストを待ち望んでいましたと。ああ、丸。
よかったですね。うん。携帯は機能に従う丸。その意味で私のフィールドにおいては方位系は機能として必要ではない装飾に過ぎなかったのです。丸。方位系の有無は議論にいとまがない点であると思いますが、私は方位系のないアイコニックな装飾を排してアルピニストは視認性を向上させたと考えます。丸。そしてその要素を含めてこの時計は非常に優れた特徴を備えており、弱点のなさが長所であるような使い勝手の良いモデルと感じています。つまりもう長所が多いと、まあ、要は良い時計ですよとおっしゃりたいんですよね。はい、という具合に締めくくっていただきました。皆さんはどうお感じになったでしょうか。こう綺麗に分析されていらっしゃいますので素晴らしいなと。そこまで分析、私はね、まあ大体で生きている人間とはもうまるで違う、ピチッと整理されている感じが印象的です。またコメントをお寄せいただければと思います。フージーさんどうもありがとうございます。それでは皆様、明日も明後日もお元気でいってらっしゃい。